次に市原さんが向かったのはブラジル最大の町サンパウロ。人口およそ1100万人、国民総生産の半分を生み出すサンパウロはブラジル経済の中心都市。ビジネスストリート、パウリスタ大通り、そしてここが町の中心、セ広場。この中心地から車で1時間郊外に走るとモジダスクルーゼスの町がある。ここはサンパウロの台所と呼ばれ、週末に開かれる市には新鮮な農作物が並ぶ。日系の人が多いのね。これが日本系で、これがブラジル。本当ですね、はい、何もブラジルのは大きいでしょ。この本当23倍ですねこの市場でちょっと変わったものを売っている人がいた。ジョゼ・バチスタさん。これは蜜ですか？問題の品は蜂蜜と一緒に売られていた。これはプロポリス。あ、そうですか。いや、私実はね、私の洋服のデザイナーがプロポリスを飲んでて、なんだかよくわからないけど私にいいのよいいのよ飲みなさいって言うんだけど、なんだかわからないんです正体が。これは薬？アンティビオティコナトラル。あ、これはあの天然の抗生物質です。あ、天然の抗生物質。この時店の常連がロイヤルゼリーを買いに来た。プロポリスも飲んでますか？その人もプロポリスだべ。常連の夫婦はプロポリスももちろん使っていると言った。風邪をひいて喉が痛い時にはうがい薬に、健康維持と体力回復にはプロポリスに蜂蜜とロイヤルゼリーを混ぜて飲むという。そうですか。でも、でも日本人はみんな、みんなね、若くて綺麗だから必要ないかな。いや疲れちゃっても。そうですか。じゃあこれを蜜の中に入れても飲めるの？あ、そう。これはあの飲むだけですか？Só pode tomar ou tem outra utilidade? Pode? Não, para cicatrizante, né? Desinfetante, né? Qualquer coisa, qualquer infecção, é antibiótico natural. あの自然の抗生物質ですから、傷口とか、garganta também, com as amígdalas, né? あの扁桃腺が入るとか、あとこれでうがいす。Gargarejo seria 25 gotas, galgarejar. それは嬉しい。喉には人一倍気を使っている市原さん、試す気になった。水にプロポリスを加えると白く濁る。これで飲むの？臭い蜜入れたいMas esse não está muito forte, esse 30%, tem uns 50 que é mais forte, né? Está um pouco... Abre outra água para ela. Ah, não demo nai.匂いの方が強くて飲むときは何でもない。これで明日から美声になるなもう少しプロポリスのことを知りたくなった市原さん、バチスタさんの農場についていくことにした。プロポリスは息子のマルコスさんが作っているという。市場から車で20分。着きました。よろしく、マルコスさん。バチスタさんは農場で牛を飼う傍ら、環境のいい自然を利用して養蜂、つまり蜂を飼っている。蜂は蜂蜜、ロイヤルゼリー、そして問題のプロポリスを自然に作ってくれるという。早速巣箱の中で作られるプロポリスを見せてもらうことにした。市原さんは刺されたら大変なのでネットで全身を防御する。蜂はなぜか煙に弱い。蜂に近づくときは煙を用意する。これは養蜂家の世界共通の常識。それにしてもマルコスさんは防護服を着ないどころか半袖で作業を始めた。
刺されても痛くないそうだ。煙を巣箱に吹き込んで少し待てば蜂はおとなしくなるという。しかしいくら待っても蜂はブンブン飛び回っている。マルコスさんは構わず作業を始めた。そしてどうなってるのこれ。これがプロポリス。Na parte interior da colmeia, eles utilizam para vedar equipamento, parte solta da colmeia, né? E também material esterilizante, né? Isso aqui. Croino é própolis. これは何でできてるんですか？ Do que é feito? Sim. O própolis é feito de resina de árvores, aquela parte, né? Chama resina, né?E depois mais mistura de bálsamos e mais saliva de abelha, né? Partes salivares. Própolis tem no mundo inteiro, não? Existe. Só que o Brasil foi considerado um local assim, de melhor própolis, justamente porque do grande laboratório de fotossíntese, que é a floresta, né? Então, espécie vegetativa maior. Então,resinas de árvores, mais quantidade, né? Geralmente a espécie de eucalipto considerada uma das melhores, né? Fornecedoras de própolis. 市販されている液体状のプロポリスをどのように作るのか見せてもらった。これは巣箱から取り出し1ヶ月経ったプロポリス。硬いほど質がいいという。硬くなったプロポリスを細かく砕いて器に入れ、そこに穀物から取った96度のアルコールを同量入れる。こうしてアルコールの中にプロポリスのエキスを溶かし込むのだ。そして1日3回こうしてシェイクしながら1年待てば市販されているプロポリスになるという。蜂のあの巣箱のことからずっと過程を見て、どこが一番難しいですか？O preparar o própolis não é difícil. O difícil mesmo são as condições ambientais. 世界各国で蜂が作るプロポリス。しかし、ブラジル産のプロポリスが一番だという。プロポリスを25年間研究している。サンパウロ大学の教授がいるというので訪ねてみた。ブラザック教授はプロポリスの可能性についてこう語った。O própolis atualmente é utilizado muito na medicina alternativa e ele serve para tratar várias afecções da pele, como eczemas, comopicadas de insetos, cortes. Existem alguns casos, eu até voltei ontem de uma conferência, onde eu tive oportunidade de verificar que se está fazendo tratamento de câncer com própolis associado a um tratamento alimentar.E também associado a outras ervas. Mas ainda não se sabe com precisão como o própolis age nesses casos. 今、ブラジルでは様々なプロポリスの関連商品が作られている。プロポリスがここにある。ちょっと中入ってみます。ここは日系人経営の土産物店。最近は大量に買っていく観光客も多いという。ほら、見て。いやー、たくさんある。ほら、プロポリス。これ全部プロポリスの。そうです。これは今人気の出てるプロポリスですね。
まあ、日本ではまあ健康食品が今すごくブームですね。これはプロポリス入りのクリーム。肌荒れ、傷、日焼けなどにいいらしい。さらに石鹸やシャンプー、そして市原さんが喜ぶのどスプレー、さらにはこんなものまで。飴。あ、プロポリスのあの可変みたいね。あ、黒砂糖とプロポリスのが混ざった色、あの匂い。また口に入れた。すべて試そうという心意気。ブームに火がつきそうなプロポリス。しかし中にはちゃんとした材料を使ってないものもあるとか。そしてもう一つ注目されている健康食品がある。それは神のキノコと言われるブラジルの飛躍であった。大きくて、ああ、ずいぶん綺麗な大きい